このゲームの舞台はスコットランドグラスゴーにあるアイプロックススタジアム。5万人を収容し120年の歴史を誇るスコットランド随一のスタジアムとして知られています。この時間はパリ・サンジェルマン対マドリー、こちらをご覧いただきます。現地のコンディション、雨が降っているのが確認できます。今日のデーゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。北澤さん、今日はエキシビジョンのマッチですが、なんとも贅沢な対戦カードになりました。この試合どうご覧になりますか。まあ、強豪と言われるところはやはり攻撃も守備もバランスが取れてますからね、両方とも見応えのある試合だと思いますけどね、はい。キックオフです。パリ・サンジェルマン対マドリー、エキシビションマッチです。この両チームはスピードと連携をそれぞれ兼ね備えた強豪同士、素晴らしいマッチを期待しましょう。両チームともパワーとテクニック、いわゆるゴーと中央芯によって使い分けることができる選手層が厚いチームですからね、多彩なプレーに今日は期待したいところですよね。そうですね。これはつながりませんでした。メッシー、サイドを縦に走らせます。マドリーとしては先ほどからサイドの活性化が目立ちますけどもね、サイドバックがかなり高い位置まで上がってるんですよね、はい、相手が引き気味になっている時ほどこういった形を取ることが一般的と言われてますけどもね。全体的にサイドバックが押し上げるというイメージですね。そうですね、まあ、サイドの厚みは増します。シュート前の一歩で勝負あったか。キレのあるスルーパスからの一発。いや、出しても素晴らしかったですけども、入ってくるタイミングも絶妙でしたよね。スピードを落とせば相手に守られてしまいますから、非常にいいボールが入ってきましたよね。先制ゴールを決めました。1対0。1点先制しましたけど安心はできないですよね。当然相手はアグレッシブに攻めてくるわけですから、攻守のバランスをうまく取っていかないといけませんよね。さあ右へ預けて、右サイド上がっていきます。ここ来ましたよ。中は枚数います。ここは間合いを取る、上がる、危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。メッシー、ミドル、これはわずかに左でした。まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。ジダン、ジダン、変えます。激しいボールの奪い合い、ジダ、ここで前を抜けるか。絶好シュート、来た、追加点、マドリー、この短時間で追加点。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことがこのゴールにつながったと思いますね。
ザ・マドリー得点を重ね2対0という展開。マドリーとしては 2-0 リードは大きいですよ ねまずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができているってことなんじゃないかなと思いますね。なるほど。ジダンいけるか。ジダンふわっと裏を狙う、クリアです。前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。さあ北澤さん、前半ご覧になってどう思われました？中途半端な出方をしてしまうとサッカーというのは 2-0 は絶対じゃないんでしょうね。特に45分で 2-0 というのは一番危険な点数でもあるんですよね。パリ・サンジェルマン対マドリーでは引き続き試合をお楽しみください。セカンドハーフ見ていきましょう。後半の入りというのは重要になってきますよ ねまた追加点されますと厳しくなってきますからね、はい、撫でるようなボールタッチ、ジダン、ディフェンスをものともしません。これ仕掛けるか。パリ・サンジェルマン、あわやというシーンでしたがここはしのぎます。ジダン、パリ・サンジェルマンとしてはちょっとまだリズムが悪いんですけど、なんとかまず1点欲しいですよね。シュート、これはディフェンス陣が焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。まあもらうまでにフリーだったと思うんですけども、しっかり寄せられてましたよね体を。まあ寄せられてなければ決めれたでしょうけどね。メッシー、メッシー大きく縦へ、裏へのスルーパス、ジダン自分で行く、クロスを入れる、メッシーしっかりと抑えました。メッシー、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか？パリ・サンジェルマンとしては少しまずい展開ですよね。流れを変えるにはベンチワークが、選手同士のコミュニケーション、そのあたりが鍵になってくると思うんですけどもね。縦へのボール、このパスを防ぎます。メッシー、メッシー先ほどから厳しい寄せにあっています。そうですね、しかも見ているとマンマークというよりかはこのチーム全体で守備ブロックを受け渡していくマークの仕方を取っていますよね。この方法だとどこへ行ってもマークの対象になってしまいますけども、相手の守備ブロックの間に入り込む動きを繰り返していけば結構マークは外せるもんなんですよね。選手間の受け渡しは味方同士の意思疎通で行ってますから曖昧なところも出てくるんですよね。ですので頻繁にゾーンの間を動き回って相手を混乱させるのが効果的ですよね。メッシー前線にボールを送ります。ジダン、マドリー、ここは時間を使います。レフリー試合終了のホイッスル、2対0パリ・サンジェルマン負けてしまいました。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。パリ・サンジェルマンとしては結局前半の2失点が尾を引いた形になりましたよね。ただこういった状況は